ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い。行くぞ。シャリンガン。はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、久しぶりに、ナルト、はい、こちらのシリーズをね、開封していきたいと思います。まあね、こちらの段ボールを見てもらえば分かる通り、メガトレショップさんから、はい、こちら GEM シリーズナルト疾風伝渦巻きナルト仙人モード、はい、ということでね、シリがなんかね、勝手に今、スイッチ入って答えましたけれども。びっくりしたわ。何かと思ったわ。はい。ということでね、こちらをね、開封していきたいと思います。では早速ね、箱の状態見ていきましょう。箱の状態、こちら。はい。じゃじゃんとね、はい。仙人モード。こういう感じです。はい、一応ね、前にね、陸道仙人モード、はい、あちらをね、開封とかしましたけれども、それと違ってこっちは普通の仙人モードですね。はい、ということでね、こちら、早速ね、中身ブリスターとかね見ていきましょう。はい、早速ねブリスターの状態持ってきました。はい、こういう感じで入ってますね。はい、頭部がね、仙人モードと、通常のフェイスパーツ、はい、こちら、スマイル検知しますね、うん、で、でっけえ巻物、はい、で台座、台座はナルトみたいにね渦を巻いています。はい、こういう感じですね。では早速ね、組み立てたいと思います。はい、ではね、組み立て終わりました。見ていきましょう。こちら、はい、じゃじゃんとね、いや、いいね、出来やっぱすごいわこのシリーズ。うん、いいね、ナルト。巻物がね、ほんとね、いい感じに、うん、収まってる。いやー、これはいいね。こう、ちょっとね、斜めになってるんですよね、巻物がね。なので、台座も結構特殊な形状してますね。ではね、ちょっとね、このフェイスパーツをね、ちょっと、取り替えたいと思います。はい、はい、ということで取り替えました。見ていきましょう。こちら、いや、これはこれでいいね。いや、意外にノーマルフェイスいいじゃんこれ。いや、どっちで飾るか悩むねこれね。いや、ノーマルフェイスいいなこれ。うん、いや、これは素晴らしい。いや、どうしよう、ノーマルフェイス仙人、いや、すげえな。あのスマイル検知がね、すっごいパニクってるねどっちも映ってるから、いや、すげえ。どっちだろうな、飾るとしたら意外にノーマルが良かったな。うん、はい、まあそれはね、さておき、ついでだからね、もう一つ、ちょっとねフィギュアを紹介したいと思います。まあ、ちょうどね、ナルト関連ということでね、
まあ最近ちょっと手に入りました。これはグランジスタでしたっけね。そちらのね、ちょっと海外限定二次元塗装というのを購入しました。こちらです。はい、これめっちゃかっこよくないですか。これめっちゃかっこいいんだよね。出来がいいし、ここの螺旋岩なんてすごいよね。このペイントのこの仕方すげえよ。この螺旋岩の光のね、この当たり方もね、再現されてるっていうね、細かいよね。まあその代わりね、日本のやつと違ってフェイスパーツがね、付け替えられないですね。これ一種類しか付いてないです。はい、まあ、自分はね、箱なしでちょっと格安で手に入れたんで、まあ、もしかしたら、フェイスパーツ入ってるのかな。でもこれ取れないんちゃうかな、多分固定されてるね、うん、で一応ね台座がなかったんですよね、ついてなかったんで、まあちょっとしし、別売りのね、ちょっと補助パーツ支柱で、立たせてますけれども、いやこれとにかくね、ほんとできいいんだよね、うん、いやーすごいね。海外もなかなかほんといい塗装させますね、うん。いやこの二次元塗装のナルトはね、これ凄まじくできいいですよ、うん、はい、いやいいね、ほんとかっこいい。ということでね、まあ今回はね、こんな感じで、ナルトのフィギュア紹介ということでね、やらせていただきました。これを見てね、もしねよろしければ、チャンネル登録、あとねコメント欄いただければ返信させていただきます。あといいね、グッドボタンよろしくお願いします。まあね、だいたいまあ、ジャンプ系のフィギュアをね、中心に、紹介させていただいてますんでね、では、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。